公立学校共済組合本部。公立学校共済組合は、地方公務員等共済組合法に基づいて、設立された、共済組合で、公立学校職員、都道府県教育委員会職員と所管する、教育機関職員を、組合員として構成される。本部の所在地は、東京都千代田区神田駿河第2の9の5においている。都道府県ごとに支部が置かれ、支部は、 都道府県教育委員会内に設置される。支部長は教育長が当てられる。組合委員の健康管理のため、本部の所属所として8カ所の病院があり、直営で運営している。組合委員長の保険者番号は34から始まる8桁の番号からなる。記号番号の記号も、公立00からなる。支部の所属所として、公立学校。 都道府県教育委員会事務局、都道府県教育委員会の所管する教育機関、以外の教育機関や職員、引き継ぎ一般地方独立行政法人、全国に展開する宿泊施設、公立共催安らぎの宿がある。ありがとうございます。